イベントに、ねね、出させていただいてて、はいはいはい、でワンマンライブも定期的に行ってる感じ。すごいですね。すごくないですか。やっぱワンマンやるってことはですよ、うんうん、真面目な話ね、はい、もうツースターの2人がどんだけすごいかっていうのがやっぱり人気があるかってことが分かるわけですよ。分かりますよ。そこでフォースターっすよやっぱ直った。ガチではないですけどね。そこでではないです。そこで出た案外いけるかもしれない。いけるでしょ。なんかターゲットにできてるでしょ。おごるか一回それからじゃ話はかなかもしれない。まずは美味しいもん食わしてた。そうだね。いてたマッケーがすぐ乗るよね。やけどだったらすぐ乗るよ。いいよっつってまあまあまあ、まあ、イエスマンだからイエスマンでしょ。オッケーっつって食べ物で釣るとひどいわ。栄養与えてまあまあまあ蓄えないといけないか。冬が来るからね。今日ファロウィンっていう。ファロウィンなんだよ今日今日ハロウィンじゃないか。ハロウィンの向こうではファロウィンって言う場合そうなの。ああ絶対嘘。ファーラバイ本当に本当にハロウィンじゃないですか。今日ハロウィンですよ。どうですかハロウィン、なんかやったりしないの。やったり、まあ、明日だけど。そうね、うん、私はするんですけど。あんたするんですよするんです。するんですね。するしますよ、うん、結構毎年ちょっと汚いのやってたんですよ。汚いの言い方おかしいな。であれですか。汚いのって言い方おかしいな。ガチャピンとか。ガチャピンでもあのなんだっけ、そう顔面リアルな塗ってるやつね。なるほど。ペンキを塗ってるぐらいな。そう。かぶらずに塗る。かぶらずに塗る感じとか ね, ね。やっちゃったり、去年はオタクっぽいの。オタクでも本当のなんかちょっと感じ。ズボンが。ガチも1週間前からお風呂入らないでとか。みたいなぐらいの勢い。見た目は。匂いはしないけど。やっぱり1週間前からちょっと。いや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 。髪もちょっとねボサッとしたなんか本当にちょっとねな感じをやったんですよ。はい、でも今年は可愛くやろうと思って、あミニオンで。あはミニオン、はい、今日やったんですね。今日やってしまってますけどフライングしたんですね。明日もミニオンですか。明日はちょっとトイレットペーパーやろうかなと思って。トイレットペーパーミニオンでいいじゃないですか。トイレットペーパートイレットペーパーやろうかなって分かんないですよ。可愛いのも1日だけだし当日ではないしな。当日可愛いから、ね、当日さこういう感じって結構いるんだよね。いやいやこのミニオンの格好をして同じ格好をしてる女の子のグループとかよく歩いてるよね。そうなんだよね。だからそれをちょっと違う形でやりたい。私はみんなと同じはあんまり嫌で、はい、ちょっと変わったの何かなと思ったら、うんうん、トイレットペーパーしか思い浮かばなくて分からんわ。極端ですけどね。トイレットペーパーが分からない。目と口だけ出したい。あ頭全部巻く、巻くんですね、うん、めっちゃ大雨降ってほしいです。そうよそこなんだよね。一瞬でそのまま水に弱い。ただの人間水に弱い。ただの人に戻る。逆に恥ずかしい。恥ずかしいって街を汚した感じ。いやいやいや本当に綺麗なチャタンをねもう綺麗に飾りたいんだけどどこまで仮装でいけんかな。ねえどこまでどこまでいけるのかな。まず朝の会社の出勤仮装いけるんかな。あもう今はハロウィンがなんか、ね、明日よ明日通用できるじゃん、うん、言っても火曜日でしょ。火曜日平日だろ。平日うん会社はちょっと無理かもしれないね。でもこういうカチューシャ的なのはいけるんじゃないかな。マジなんですね。カチューシャってどうなの。これで職場行けます。車に乗ってながらこれですか。乗ってこれです。結構きついやつですけど。きついやつ。あじゃあ無理ですね。朝から変態ですね。だってこれですよね。バットマンの応援しながら運転ですよ。そうですね、そうそうそう。朝から晩まで晩までだろ。蒸れますけどめっちゃマスクの中が絶対臭いやつ、ね、めっちゃ蒸れるやつそれ。じゃあそれかもう本当に仮装していく。あこんな中途半端だからハメ恥ずかしい。すいません中途半端な申し訳ないです。中途半端な仮装速攻ディスられております。ええいやフォースターが離れていくだろう。本当にちゃんと褒めれ。違うマジで親がやってこいって言ったんだろう。そして確かに上半身しかやってないからね。ごめんごめん手抜きです。すいませんこれ無理したんだよね。無理してない無理はしてない無理してないレベルですこれは。ちゃんとね、まあ、スパッとするね。いえいえ今日はね、はい、いっぱい頑張って仮装してもらったんですけども、まあ、今日はもうコーナーもちゃんとやるっつう話で。そうですね。このユニオン野郎がちゃんと用意してますから。ユニオンじゃない。24時間じゃないから。なのでまずはちょっとツースターの曲聴いてもらおうぜ。そうそう今日いっぱいかけたいからさ。はい、うん、じゃあ曲紹介をもう、はい
ちょっとじゃあ中途半端なツースターから。中途半端なツースター。どうも。中途半端ですけど、中途はね、間違えたので。はい。2枚目のアルバムから、ワンラブという楽曲をお聴きください。どうぞ。中途半端ってひどいわ。やばいぜ。姉さん、姉さん、あの、ヘッドホンがずっとこうなるんですけど、これ意味が分かる。俺もうずっと、ずっとこうなって、俺ほとんど聞こえにくいみたいな。出だしからずっとこれ。なんで分からん。なんでもないけど、じゃあ伸びるけど、じゃあこいつがこう外向くわけよ。なんか分からん。ここに何があるわ。そう、こうなったらこうなるけど分からん。でも、うん、飛んでた、飛んでた、飛んでよ。面白い。わからん。なんでかね。もう出だしからずっとこれ。なんかさ、おかしいなと思ってたんすよ。やばいんだ。わからん、直らん。もうずっとこれですよ、ずっと。なんかさ、なんでかなと思ってた。髪の毛がもさってしてる。髪の毛のせい。そんなに髪の毛もさってないけど。両サイド。なんでかね。面白い、面白い。作りが悪く、慣れちゃう。逆じゃない、逆とか、逆とか、逆でもこれどっちもいけるの、いや、どっちもいけるタイプ。あ、そうだな、まあ関係ない。今日なんだっけ、まあ関係ない。あ、そのまま行く、あ、そのまま行くか。じゃあコーナータイム、あ、CM 行こうぜ。 CM 行かんといけないね。 CM 行くタイミングがなさそうだから。そうだね。なんで笑ってるんですか。怖いんですけど、大丈夫。面白いと思って。なんだ、そうだよね、ちょっと CM もやらんとね。ああ熱い、熱い、熱い、鼻が熱い。そう、鼻元熱いよな、マスクが。鼻元熱いですね、これ。ガロ兄さんだ。皆さんこんばんは。中野町の和樹さん、 CD のジャケットはどんな感じにしたいんですかって。ポスター、ポスターのさん、先輩として何かアドバイスをって。何がいい。ハロウィン仕様でいいんじゃないですか、ずっと。ハロウィン仕様にする。ゴーグルだけでいいんじゃないですか。あえて石の上にゴーグルだけ置いて。ああ、あーじゃないですよ。いいかも。おしゃれ、おしゃれじゃないですよ。ゴーグルっておしゃれじゃない。ゴーグルか、何する、なんかのジャケット、そういうやつでいいですよ。ゴーグルか、今ゴーグルがその中に入ってるのがずっと残ってるのがわからん。入れなくていいやつか。あとは何か言わせるんですね、絶対入って、絶対入るんですね。あれ、曲終わった。まだ、まだ。皆さん、ツイキャスの皆さんも聞こえてるかな。今聞こえてるよ。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ミッキーさん、ミタリカさん、ノンシリーズのモリーム、いやー、本当にベスターが応援してますよ。お知り合いなんですよ。はいはいはい。ストリームさんが海かじテラスや美浜のライブ見たことありますよって。おお、ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ久しぶりだと思いますね、きっとね。はい、そうね、そろそろ終わる。もうそのまま CM 行っちゃっていい？行きましょうよ。オッケー。おーい。あ、次なんだった？コーナー行くんだっけ？コーナー行こうぜ。了解。タイトルコールして音楽行く？タイトルコールないの。あ、ないば。そう、でもあれがある。あの、ジングル。ジングルどれ？うーん、人生いろいろ。あ、人生いろいろっつうのなかったっけ？ずっとこれダメだもん。どうでもなんか見てる。あ、俺のやつでもやる。人生いろいろない。この間整理した場合は、何の消そうだろう。これ島倉千代子だろ。そうそうそう、分かった、ありがとう。交代してみる。これの方がいいのかな。いつ別に聞こえなくて。そうだね、皆さん大丈夫ですよ。そんぐらいか。なんかこれが逆におしゃれです。ウィーって。はい、これがおしゃれです。ありがとう。最先端ですから。なんでこれさ、こんな表情な、わざと。わざとです。ちょっとダークなこと。これダークなの。はい。ダークです。皆さん見てください。あ、ポスターがあるんですけども、これがあれ、ジャケット。
ジャケットというかワンマンの画像ですね。画像ポスターみたいな感じの顔。なんかもう今流行りの変態顔ですね。やばいだろこれ。スノー使わんでもいけるぜみたいな。すげえ。すごいよこれ。はい。いつなのこれ。あ、12月1日？はい。おお。あともう1ヶ月ぐらいしかないです。デポアイランドビルってあるの？モッツ？デポアイランドビル。はい、書いてある。ありますあります。あります、あります。チャタンですから、モッツ。あります、あります。モッツ。モッツ。すげえ、すげえ。モッツ？モッツ、モッツです。なんでちょっと嬉しそうなの？はい、やばい。そろそろ行くよ。はい。はい。やばいって。シュートさん、こんばんは。さあ、始まりました。続いて、はい、あのコーナーですよ。うん、はい、皆さん楽しみの人生いろいろのコーナーです、うん、俺初めてだからこれでいいのか分かってない場合。当たってる。当てる。納豆。あ、そう。ただ よかったけど。ただ何？この音楽面白いんじゃん？うん、しまった。そこで笑った。そこで笑ったんですか？そこで笑ったんですか？いや、ラジオであんな話してたのにいきなりこの音楽流れるってびっくりしないかなと思って。いや、それはミステリアスな。うん。ミステリアスな。ミステリアスではない。ではない。哀愁漂ってるけど。これどんなコーナーなんですか？このコーナーは、はい、お悩み相談コーナーとなってまして。あ、そう、うん、そうなんですよ。私、早見と以前は、うん、あの山内、うん、ね、あのズバッと解決するコーナーとなってたんですけど、それをどうしようか迷ってたんです、人生いろいろ。でもリスナーさんがやってくれっていう。あ、リスナーさんはもう人生をいろいろ解決したいわけですか？解決したい。人の悩みを聞いてちょっと自分もそういうのあるよとか。なるほど、まあ、悩みってね、誰が悩んでるか分かんないからね。そう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 、うん、あ、そういうことね。またそうなんですよ、この悩みもまたあの一般な人の悩みを聞いてたり、うんうんうん、またヤフー知恵袋から聞いたりなのでなので、もう本当に周りに起きそうな悩みを、あ、身近な悩みをね、身近な悩みを解決しようじゃないかってことで、はい、今日はどんな悩みが来てるんですか？今日は、はい、あ、来てますよ今日も、うん、本当の悩みですよ、もう大変ですよ。ちゃんとツースターの皆さんを解決してくださいね。あ、はいはい、そうだ、今日はツースターに解決してもらう。あ、そうですね。あ、そうだな、そうだな、そうですよ、大事ですね。前、あの以前もあのラジオ出てもらった時に、うんうん、あの人生いろいろやったんですよね。やりましたね、やりましたね。その時にマッキーがめっちゃ喋ってましたね、そのコーナーだけ。違うんですよ、あの本当にこの二人すごいもう散らかしててもうやばかったんですよ。で、僕もちょっと変なところに火がついてめっちゃ喋ってたんですけど急にな急にね、声張ってとか、あの時はイーズだったんですけど、イーズがちょっとね、つぼってますよ、マッキーさん今みたいな、ね、そこっつってそこだけ僕喋りました。やばいぜ。なので今日もちょっと楽しみにしてます。じゃあ今日もマッキーがマッキーが中心になって、そうですね、解決していただくのかもわからない。そうですね、これまた女性の方なんですけども、はい、あの、まあまあ、男の方に聞きたいような悩みだったので、ちょっと一般的な恋愛の悩みですね。はい、はい、どう思いますか？彼氏とは同居してますが、彼氏の携帯には前の元カノの LINE が入ってて、もう完全に連絡入っ、ん？連絡取ってないんですが、少々お待ちください。元カノの名前を残してあるのが嫌だと言ったら別に消してもいいよって、元カノの場合は消したくないということがあるのでしょうかっていう。ん？ちょっと足折った。要は、LINE に、すいません、ツイキャス復活しました。LINE に元カノの、あのトークがあったらしいんですよ。ああ、それを消さずにあったみたいなんですけど、はいはい、うん、それを言ったら消してもいいよって言ってたんだが、なんで残してるのかっていう。そうなんです。どうですか、マッキー。マッキーどう思います？
男性は残したいのかなという相談ですね。残したいとかではないんじゃないですか。あ、そのまま。ただ別に何だろう、別に消す必要もない、ないし、うん、なるほど、うん、どうなんすかね。うん、消す必要もないというか、うんうんうん、もうどうなんだろう ね、 ね、そこは言われたら消してもいいか。あ、そういう感覚なんだ。別にそんなに、だって今はその人しか見てないじゃないですか。またそんな変な現実心配する必要なく、二人はどうなんですか。今携帯に元カノのラインが残ってるんですか、実際。残ってな、残ってるそうないな、残ってるないな、ないないなとか言うんだ。ないです。ちょっとさ、何もないです。はい、そこ聞いちゃダメよ。一応やし、一応男なんだからさ。まあさ、いやいやいや、そうだけどさ、もうないです。ないです。はい、何も、何もないです。何もない、僕のラインは何もないです。それは寂しいな。家族からのラインはあります。あります。何もないです。毎日のようにな。それ以外は何もないです。なるほど。どうでしょうか、これ男性の正規さんは。いやいや、もう見てわかりますよ、誰でも。まあな、男性が、まあな、男性のぶっちゃけどうでもいいぜ、これ。あ、どうでもいいんだ。だってもう連絡しないっしょ。そうなんだ。うん、なるほど。ただ別に消すんだったら消すようですよ。あ、まあ、むしろそれ、そうですよ、ね、あ、俺ですよ、お悩みの相手、俺ですよ、多分分からんけど。全く同じこと言うぜ、俺でも。そうなんだ。もう、まあ、わざわざ消さないよな。最近この同級生と飲み会になって、そういう話の話題が出たんですよ、たまたま。たまたま。そう、はい、で、あの彼氏が罰の方で、前のあの奥さんのあるんだって、ラインが。だけど連絡取ってる様子はないんだけども、それが嫌って言って、うん、で、あのもらったものもあるってが嫌とか言った。そういうこと言う人さ、うん、もしかしたらその電話番号が残ってても嫌とか言い出すんじゃないの。電話番号はいいんだって。して内容はちょっと見たんだって、しかも。あらあら、それ見ちゃったみたいな思ったんだけど、その内容もまだなんかそういう感じだったらしい。昔なんだけどね、その当時のやり取りが残ってるからな。そう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 、だからそれを見たら嫌っていう女性の意見でした。あ、やり取りの履歴が残ってんのが嫌だっつう話か。そういうことらしいですね。ねえ、なんだろうね。消したらいいんじゃない。消したらいいんじゃない。消そう、みんな消そう今。すぐ携帯持って消そう。必要ないから消そう。そういう小さなわだかまりは、逆に女性は消すんですよ。あ、消さない人もいるかもしれないんですけど、私すぐ消します。ユニオン消すの。いや、ミニオンだわ。24時間じゃねえわ。今も空いてます。今空いてる。それ空いてるだろ、まだ。まだ7時半だが。いいですよ。すぐ消しますよ。あ、そう。はい。あ、LINE ね。確かにやり取りが残ってたらやり取りだったり。あれは SNS は Facebook とかどう？もうそのままですね。もう触らないみたいな。いやほらほらほら。あ、それか。例えば相手のさ、投稿がちょっとたまたま見えることあるわけじゃん。はい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 。新しい彼女イエーイとかだったらどうすんの。嫌だね。マジマジで。一応前、あ、なんかフォロー消したりとかする場合もあるみたい。フォロー要は見れないようにして、に別に友達は消さないみたいな、うん、の方法もあるらしいよ、みたいな。難しい世の中ですね。ですね、どうなんだろう。まあ、SNS は見たくなくても見れちゃうからね。まあな、目につく場合がいい意味もあるからな。そうですね。マッキーどう思います？マキ、今日、はい、マキ、今日喋って喋って。いや、これ、気付かないタイプですね、これ。そういうちょっと恋愛系の質問的なものは僕、ね、苦手なので。あ、なるほど。はい、一応よ、こう手元に、うん、その質問に対していろいろ回答来てんのよ。はいはいはい。うんうん、何かあれば。トータルすると、うんうん、皆さんどうでもいいですよ、ね。まあまあ、ですよね。ですよね、うん。他の意見がないのよ。そうなんだ。逆に。逆に、女性のあれですか？いやいや、男性だと思うよ。男性か。嫌いでなくどうでもいい。感覚違うかもしれない。女性の飲み会だったんですけど、女子会で。うんうんうん、この話で結構2時間ぐらいしたわけ。これで2時間。ああだこうだ、へえだほうだとか、うん、そうだからどうなんだろうで解決もなく終わったから、どうかなと思って、ハイミンの中ではまだ残ってる。
神は別に、じゃあ女性からしたら結構な問題なのかね、みたいみたい、うんですかね、これは嫌だっていう人もいれば、別にいいんじゃんみたいな、っていうかそもそもなんで見たとかそういうのから始まって、あ、なるほど、なんで見た、そうですね、私はそこだわけ、なんで見たみたいな、そこもありますね、そうだ、ね、よね、まずそこだよね、見ちゃいけないものだよね、まあ、携帯はな、まあ、一応見ない方がいい、見ていいことないからどうせまあまあそうですよ、どうせどうせどうせそうですよ、うん、なるほど、なるほど ね、じゃあ、解決わかりました、はい、はい、これは、うん、どうぞ、どうでもいい大丈夫ですか、僕叩かれないですかこれ大丈夫、言わせたの、あの早見さんですけど、いやいやいや、ありがとうございます、はい、本当にどうでもいいというベストアンサーが出ました、もっと他に悩むことはいっぱいあると思うので、はい、その通り、あのね、これ結構深刻の悩みですよ、あ、なるほど、この方によると、この方にはそうですね、そうそうそう、人によってはそうなんですよ ね、いよいよどうでもいい、大丈夫ですよ、でもこの言葉いいですよ、だって何でも解決できるじゃないですか、はいはいはい、どうでもいいで、どうでもいいで、どうでもいいで解決できたんですか、そう、あ、そうなん、そういう力があるんですね、この言葉、中野町の和樹さん拍手ってことで、ありがとうございます、拍手ですよ、それはもらえるんですね、スタンディングオベーションですよ、ありがとうございます、では続いてもちょっと、はい、真剣なお悩みなので、そうですね、これは結構ちゃんと答えていただけたらと思って、皆さん身近にというか身に起きることだと思いますね、30代男性の方からの質問ですね、はい、鼻くそほじった後どうします、食べます、飾ります、飛ばします、私は捨てます、ほじった無意識のうちに鼻くそを指で丸めて落とすのですが、十分に丸まっているのにまだ丸めているのは粘り気が残っていて指から離れないからですよね、これって鼻くその成分を指で丸める、うん、でこの丸めることによって摩擦で加熱して、変化する、一石二鳥ですよね、鼻くそを丸めていると勝手に指から取れるのは摩擦による熱で、鼻くその成分が変わったからですよね、30代男性の方から、あ、なるほど、ありがとうございます、本当に30代ですか、30代なんですよね、14歳とかじゃないです、30代深いな、鼻くその摩擦の熱とか、ね、鼻くそについてすごいそういう熱い気持ちでやっぱりメッセージを送っていただいてるんで、鼻くその成分が変わったからですよ、科学の勉強みたいな、あれ鼻くその成分が変わったわけじゃないと思うんですけどね、熱してあれは手の赤がね、手の赤が表面が、たまにさ鼻くそほじってさ、はい、こねこねすんじゃん、はいはい、指先とっても綺麗になってる時があるそれこれのあれですよね、やっぱり赤が取れてるからですよね、そう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 、それは絶対とっても綺麗になってる、絶対そうだと思う、それはもうあると思いますね、そうだよマジで、まあ、鼻も気持ちよくなるし、まあ、そうそう、指先も綺麗になるし、お肌も綺麗になる、鼻くそもいいことあるね、いいことなのかわからんけど、鼻くそもいいことあるよなるほどいいことありますね、で結局何の話でしたっけまあ要は鼻くそほじった後どうすんのかと、ね、どうですか早見、よく女の子ですけどね、あのよくつけたりとかしてましたよ、箱さよせめて落としてほしいこねて落としてほしい、なかったなかった、何歳の時ですかつけてたの、1、2年の時、小学校高1ですか、違いますよ、小学校だよ俺鼻くそ、しかもそれちょっと笑いながらちょっと 見せながら罠に引っ掛けるみたいな、誰か触らないかな、鼻くそを見せる小学生なかなかレベル高い、いやいやさ嫌だよね、なかなかレベル高い、もうデイジ嫌だなと思うけど、図書館の椅子とかに座ってて、あ、嫌だ、テーブルこんなやってたらデイジビッチュ誰かこれ見たよ、汚いそれやばいっすね、それやばい、やめてよねって思う時あるけど、なるほどね、そんな感じですよ、じゃあ早見は塗るってこと、塗る、はい、塗るタイプ、塗るタイプです、塗る、塗る、はいはいはい、あ、そうですか、どうぞ、どうですか、まあ僕は、あの、まあね、鼻くそをほじったら、うんうん、飛ばす派ですね、僕は、ああまあな、うんうん、飛ばす、いいね、うんうん、記録狙ってるっつって、おー、距離、距離の方です、あ、はー、僕はもう常に飛ばしますね、今までの記録っていうのはどのくらい、多分 12.5m ぐらい、ね、12.5 メートル、はい、測ったことはないです、車の外からポンってやるんで、ああ、はい、測ったことはないです、はい、測れないです、推定距離は不能ですけど、はい
ごめんなさい、まあ、それは墓場ものだよ、ね、うん、じゃあ続けていただいて、はい、はい、じゃあこれからも記録更新を目指して、はい、どうぞ。その競技も僕も一緒にたまにやるんですけど、いや違う、違いますよ、こいつこいつ違います、違うの、こいつはあの僕基本、うん、僕が、イベントとかに移動するとき、はいはい、僕が運転するんですけど、うん、鼻くそほじくるんですよたまに、はい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 、で外に捨てればいいじゃないですか、窓も開いてるし、僕の車に捨てるんですよ、鼻くそ、うん、一番タッチ悪いこれ、貯めていこうかなと思って、はい、貯めるギネス狙ってますそれで自分が、はい、え、鼻くそ捨てるなって言ったら、うん、大丈夫、下に落としたとか、いやいやいや、そんな問題じゃない、そういう問題じゃないんですよ僕はじゃあこねるはっていうことになるんですよ、そんな問題じゃない、いや、でも俺もシューターと一緒だ、助手席乗せたくない派じゃないですか、もう本当にもうな、何があってもこね続けてるからさ、はぁこね続けるしたらほら、もう最後、粉になるわけよ、あ、分かります、粉っていうか、もう水分がなくなるんですよ、それ、そうなの、だってそんなもん下、車の下なんて砂ぐらいあるだろ、まあ、まあ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 、砂ですよ、だから砂砂なんですね、鼻くそは、砂になんのよな、やっぱ成分変わっちゃったね、まあ、成分変わんだな、成分変わるんですね、砂に、なるほど、こねると、じゃあその、まあ、その質問に対していろいろ答えはね、うん、はい、うん、来てないですね、でしょうね、答える価値ないみたいでしょうね、ないですね、スリームさんが、ね、塩分補給に鼻くそいかがですかっていう、鼻くそって塩の味するんです、食べたことないから、どうなんだろうね、でも塩だろうね、あ、だって鼻水たまに入ってこない、あ、時辛い感じしますね、しょっぱい感じ、冬になるとちょっと鼻炎の方は大変ですよ、あ、鼻ね、鼻水、うん、それの塊っていうか塊ですよね、ってことは酸っぱいのかな、汗もそうだもんね、あ、そうか、汗もしょっぱいわな、塩分、あ、補充にいいかもしれません、夏にはシューター、鼻くそについてこんなに真剣に語るラジオ、ね、初めて見ましたすごいよね、まあでも解決につながれば、まあ解決です ね、うん、ですね、この4人の中で多かったのが一番こねる、こねる方、こねる、こねらって呼んで、こねら、こねら、油みたいな言い方するなやめろ、こねら、こねらって知らんよ、いないよそんな職業、いいね、そんな職業いないよ、どうもこねらです、俺もこねらなんだよな、そうだよ、そうです、こねリスト、こねリスト、こねリストですね、こねらのこねリスト、ちょっとかっこいいな、かっこいいよ、こねリスト、俺のリスト、俺の鼻くそのこねリスト、嫌だ、嫌だな、めっちゃ嫌だ、嫌だね、コネリストワインみたい、ワインなんかワインみたい、丸めてるから、だった、さあ、このリストいいな、なるほど、じゃあ、まあ、じゃあもう解決、解決ですね、そうですね、じゃあマッキーよし、はい、そうですね、これ答えベストアンサー、こねるですか、 OK です、はい、ありがとうございます、今日もあなたも今日からこねリストです、こねリスト、でいいですか、はい、はい、なんで僕が答えっていうかアンサーを言うで結構でございます、ありがとうございました、はい、人生いろいろのコーナーでした、はい、いいのか悪いのか分からない、あれ俺たち今日何しに来たの鼻くそ別にこんなにかかって全然じゃないし曲も言ってないし、あと曲かけるっつうかけよ、メールも来てます、鼻くそに結局コネリストとかね分からん話になってきましたね去年は、あ、去年じゃない、前回は鼻毛だった、鼻毛だった、そうそうそう、なんとまた鼻の話から前回鼻毛で僕が火ついたんですねずっと喋ってたんですよ、鼻がかゆいっていう話、そうそう、ずっと喋ってた2人が、で、僕がもう鼻毛になったら、そう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 、火がついて、もう火がついて、大丈夫かな、そっち系はやっぱり話が盛り上がるんだ、確かに盛り上がるわ、やっぱりあー、受けるぜ、お食事中の皆様、お疲れでした、もう時間はね、すごい、絶対ご飯中ですよね時間的にな、いやでも大事なことですよ、いやまあ、そんなに大事じゃない、そんなに大事じゃない、どうするかって処分考えてる人もいると思うんですよね、いやそれはまあな、うん、投げるべきですよ、投げるべきでも解決はこねるこねこねらみんなこねらこねらを目指す、なるほど、こねらみんなで目指すこねリストってことで何の曲一番何の曲からいく、そうするか、すぐ曲いくか、そうするかで、そうだね、紹介する、曲紹介してから行く、それとも CM 分けそのまま CM 分け行って、うん、後で紹介して、それの話しよう、OK、うん、OK、赤ちゃんさん、ありがとうございます、なゆみ
リー、ミニオン、ニャーナー、ハロウィンだけど、セイクさんは何の仮装してるって。変態仮面です。そのままです。変態仮面、見てみろ、最初に投げたから。フレンスが下に落ちてますね。ガーみたいな。5分も持たんわ。結局、行って、うん、明けで喋ろうかな。喋りますか。うん。ナチュミンさん、こんばんは。ありがとうございます。メール、ありがとうございます。もうあんなの、早いよね。え ?20 分ぐらい鼻くその話してる。本当にガチで、もう45分ですよ。あと10分しかない。早い早い早いよね。何の話し、あの鼻くそタイムいりましたから、ね、10分ぐらい切りたかったんですよ。曲も5分あるし。5分しかないですよ。やばい、何しに来た、やばい、何しに来たわ。鼻くその話しに来て、ちょっと告知しに来た。面白すぎる。じゃあまた来週も。レギュラーですね。純レギュラーの座狙ってるじゃん。そうすることによって俺たちのフォースターが近づいていく。野望に近づいていく。そうそうそう。イメージもどんどん湧いてくれるさ。腹くそりな。ありがとうございます。メールも来てるぞ。そうですね。じゃあ3分でちょっと大丈夫です。バックミュージックにしましょうか。あ、もう行く？ BGM で。あ、もうちょっと。もうちょっとな。もう一回。サビ返すから。もう一回。もういいかなって切ろうと思います。出だしなの。かわいそうじゃん。今日何しに来たの？70分、1分ぐらいしか流してない。しかも前奏長かったから。歌ってるところ30秒ぐらい。ひどい。ひどい、マジで。扱いが。扱いがひどいね。しかもなんかさっきのお悩みコーナー、マッキーの、ね、お悩み相談室みたいな感じだった。結局答えてたの俺。ゲストが答える。もう大変になってる。いいんじゃない。いいんじゃない。マッキーのコーナー。いや、なんで僕のコーナーです。マッキー今度さ、聞こえない時電話するよ、人生より。どうもマッキーっつって。ベストアンサーはっつって。なんだよ、行きます。行くか。はい、はい、どうぞ。さあ、今日はゲストをツースターに来てもらってます。いい曲です。はい、ありがとうございます。この曲はどういった曲でしょうか。はい、これはですね、はい、まあ、僕らの兄弟なんですけども、はいはいはい、あのお父さんとお母さんにね、うん、すごく迷惑をかけて、来ましたので。今まで分かります、分かります。どうやったら分かったんだ。共感だね。はい、たくさんありましたので、うん、はい、何かやっぱ自分たちがやっている音楽で、はい、少しでも恩返しできたらいいなと思って、作った楽曲です。なるほど、はい、曲名は Thank you という曲なんですけども、はい、かっこいい。お母さん喜んでんじゃないですか。お父さん もう喜んでほしくてね、うん、作った楽曲なんで。あら、はい、素敵だね。素敵だるや。打ち当たりしてるでしょ今。いやいや、俺なんかもこういう楽曲を目指すべきだと思って。今イメージトレーニングしたんだね。イメージトレーニング。もう入ってたんですね。入ってたんですね。ガチですね。大事大事。ちょっとでもほら、二、うん、人がこうやって作ったやつだから、 ね、そんなパクるわけにはいかない。そうだよね。じゃあ一応イメージトレーニング。イメージは湧いてきた。パクる気だったんです。そこなんだって思ってる。そこなんだ。そこだったんだ。目指すところは。なるほどね。これはCD アルバム、はい、はい、そうですね、今年 の、うん、僕たちの8月に、はい、CD ミニアルバム Thank you を、はい、発売させていただいて、はい、でね、これまでちょっと TSUTAYA さんとかにも置かせていただいて、はい、まあ、それのリード曲 TSUTAYA さん、はい、いろんなところで、はい、各地 TSUTAYA で、そうですね、手に入るってことで、はい、素敵だ、ね、はい、うん、はい、Thank you がリード曲で今回出させていただいたので、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。それでまた、うん、ワンマンライブ。そうそうそう。結構そう。もうこれがメイン。これですよ。本当はこれがメイン。僕らの2人言うこれなんですよね。人生いろいろコーナーなんで違う。鼻くその話。鼻くその話しに来たわけじゃないんですよ、私たちは。失礼しました。ね、うん、ではこれの告知ってことで、はい、いつでしょうか。2017年の12月1日。はい、12月1日、はい、分かりやすいね。はい、うんうんうん、約1ヶ月後ぐらいなんですけど、はい、金曜日ですね、僕たちのツースターワンマンライブが、はい、チャタンのライブハウスモーズさんで決定しました。おー、素晴らしい。ありがとうございます。で、これ時間が、
オープンが18時でスタートが19時、はい、はい、なっております。なるほど。で、はい、チケット料金とかも、はい、いろいろ書いてあるんですけど、僕たちのホームページがありまして、はい、まあ、数字の2に星マークで STAR、うん、2スターで検索していただければ、はい、ホームページもあるのでね、はい、まあ、そちらの方でちょっと詳細とか確認して足を運んでいただければなと思っております。はい、なるほど。はい、やっぱり前売りの方がいいんですか。前売りはそうですね、やっぱり前売りと2500円、そうですね、安い、もう安いですね。もうぜひぜひ今年のね、はい、僕たちの集大成と言っても過言ではないのかなと、はいはいはい、自分たちの中では思いつつ、お、はい、なるほど、かましていきたいと思います。このチケットはどこで買えばよろしいのでしょうか。はい、直接ホームページの予約も可能ですし、はい、また僕たち Facebook、Twitter、Instagram やってるので、はいはい、まあ、そこで直接ダイレクトメールとか送って予約っていう形も、はい、できますので。なるほど、はい、わかりました、うん、でイベント近うち何かありましたら。イベントですか、うん、そうですね、11月3日に、はい、文化の日だっけ、文化の日ですよね、確か、はい、宜野湾の福島釣りイベントに僕たちちょっとゲスト出演。そうなんですよ、ありがとうございます。宜野湾で、素晴らしい、 FM 宜野湾も放送するってことで。放送すんのよ。あ、そうですね、そうなんですよ。そうそう、ちょっと地元でこういうちょっと宜野湾市民の福島釣りに僕たち呼んでいただいて、もうちょっと嬉しいんですよね、すごい、ね、なかなか宜野湾のイベント僕たち出る機会なかったので、はい、でこれ11月3日金曜日なんですけど、はい、まあ、時間は、朝10時から、夕方4時まで、はいはい、でこれ場所が憩いの市民パーク広場、はいはいはい、分かるかなみんな、ね、本当に地元ですね、私たちの。本当に地元ですね、歩いて2分ぐらいなんですけど、ね、もう家が無料がバレ、ね、はい、入場無料なのでぜひぜひ、まあ、僕たちは3時頃にちょっと出演するんですけど、はい、ぜひぜひ、はい、遊びに来ていただければなと思います。はい、いろんなことやるみたいだからね、バザーとかも、ね、やるらしいので、ぜひぜひ、ね、なるほど、お時間作っていただければなと。11月3日文化の日、はい、はい、ツースターは3時、13時ってことなので皆さん、はい、15時ですね、13時じゃないです、15時となってます、となって失礼しました、15時ですよ、15時、はい、に出演なので、はい、でも13時に来てもね、もう全然いっぱいバザーで、朝からバザーで遊びながら、うんうん、また公園で滑り台滑りながらね、ファミリーは最高じゃないですか。いやいや、ブランド飲みながら遊びに来るといいかなと思っております。うん、はい、やっと告知できましたね。できました、はい、もうすっきりしました。どういうこと、さっきからちょっと言いたかった、ちょっとそわそわしましたね。鼻くその話で終わるんじゃないかっていう気持ちには一瞬なってたんですけど、告知はさせないで帰らせてもらった。そうそうそう、でもね、やっぱりしっかり告知できたので、いえいえ、よかったですよ、すっきりしたので、今日はしっかりぐっすりな、はい、眠れます。はい、今後どういった活動していくか、うん、うん、前はうん、もっと県外に行きたいって言ってたんですよ、うんうん、はい、行きましたね、行きました、今年は本当に今後ですよ、今後どうしましょう、うん、県外素晴らしいですね、行って、うん、それを夢が叶うっていいですね、やっぱ次はあれじゃないですか、うん、はい、ほら、フォー、まあ、そうそう、フォーでメンバーを、僕らのメンバーを増やすメンバーを増やす、なんとなく流されてきたんだけどどうしよう。ネズミ公式みたいな、まあ、いやいやいや、やっぱそこだと思う、すいません、メール来てるので。やばいやばい、失礼します、正規1分で読んでくれ、俺が読むわ、はいはい、わかりました、はい、じゃあぶんない来てるぜ、やば。僕ライフのお二人さんと愉快な仲間たちの中地さん、イラミナさん、こんばんは、ラジオネーム中野町の和樹です。はい、先週のニュースのコーナーでタイタニックの手紙に高い値段がついている話がありましたが、はいはい、その数日後に再びビッグニュースがありましたね、うん、なんとアインシュタインのメモが1億7000万円で落札されたそうなんです、はいはい、メモには意思あるところに道は開けると書いてあったそうです。うん、中地さん、イラミナさんも CD デビューするんだと意思をしっかり持って今後も頑張ってください。はい、それでは僕ライフのお二人、愉快な仲間たちにエールをお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。このニュースね、僕見たんですよ、はい、新聞で、はいはいはい、でね、なんかすごい手紙やっぱ書こうかなと思いましたよ。でもなるほど、はい、ありがとうございます。続いてサウロお兄さんです。よい子のみんなこんにちは。サウロお兄さんでよる、あのね、サウロお兄さんのね、おいっ子ちゃんがねテレビに出てる。へえ、松重、松崎しげるさんを見るとね、デージ泣くんだけど、どんなしたら泣かなくなるかね、終わりってことで、はい、見せなければいいと思います。そうですね、その通りです。ナイスマッキーナイス。今日はうちのご意見番いるから、もう何聞かれてもすぐさっと答えられるから、さすが、さすがだぜ。ありがとうございます。それで今後の
言ってくださいよ、あの、はい、今後の、今後の目指せ今後、今後目指せ今後、はい、で、まあ、今後は10秒で、はい、そうですね、あの来年は、まあ、県外にも出ることはもちろんなんですけど、県外でワンマンライブを、おやれればいいなと。したいですね。絶対いけると思う。はい、はい、応援したいと思います、うん、はい、皆様応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日わしゃわしゃ大丈夫でしたが、ハロウィンなの忘れてるからもう。そうだよ、忘れてるから。変なハロウィンだったけど、うん、人生いろいろコーナーちょっと時間取っちゃったね。いやいや、それはもうでも真剣な悩みですから。そうね、そうね、解決しないといけないので、うん、ではまた来週もでね、いつでも遊びに来てください。今流れ的に来週もみたいになっちゃった。来週も皆さんお会いしましょう。はい、はい、ではお相手は私早見とイラミの正規と、はい、ゲストのツースターでした。ありがとうございました。また皆さんありがとう、ありがとう、さよなら。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。便利でした。